第七、軽椎寝違いとは、睡眠中に無理な姿勢をとったり、無理な首の動かし方をすることで、首の筋肉に負担がかかり、筋替えを起こして、筋肉痛に似た痛みが生じる症状のことである。一種の結合式炎と考えられている。症状は軽い場合から重い場合まで様々であり、寝違いによって、プロスポーツ選手が欠場することもある。寝違いにはいくつかの原因がある。 それらの要因で寝ている間に頸部にある筋肉や関節などの周りの組織を損傷し痛みを伴うとされている。睡眠時の体位によって液化神経が圧迫されることによって寝違いの症状が出るとする風説もあるが液化神経の支配筋は三角筋を代表とする肩筋群であり頸部の回線と司る射角筋群とは無縁であるため疑問が残る。寝違いによる痛みが 筋拒欠によるものであれば、運動や、ストレッチなどにより、血流の改善を図ることで解消される場合もあるが、逆に、人体損傷や、人体の炎症である場合、進展刺激などによって症状が悪化する場合もある。ため、無理な運動は控え、安静にしておくべきである。通常は数日以内に解消するが、症状が取れない場合や、こらえがたい場合、また、めまいや手足のびれ、 麻痺などの他の症状が伴う場合は、医療機関への受診も考慮されうる。ありがとうございます。